こんにちは、こんばんは。今回はですね、コリトラスを飼っている水草水槽の、低床掃除についてと題しまして、そういった話題でお送りしたいと思います。早速ご覧いただいているのが、我が家のコリトラスを飼育している水草水槽なんですけれども、CO2 無添加で楽しむ水草水槽ということで、まあ、いつものおなじみのサブ水槽なんですけれども、こちらがですね、まあ、ご覧の通りですね、砂を前面に、手前の方にこう引いてコリトラスをね飼育しているわけなんですけれども、ご覧の通り、結構砂が厚敷きなんですね。でよくあのコリドラスの、飼育の仕方とかをこう見てるとですね、推奨されてるのは砂の浅敷きが、砂を使う場合はね浅敷きが推奨されてると思うんですけども、うちはこういった結構かなり、砂を厚く敷いてまして、これ今あの手前のこの辺はコリドラスがねあのほじくってで砂がそんで吹っ飛んで水流でこっちに流されるんでちょっと浅くなって見えるんですけども、だいたい平均すると4センチから5センチという感じの砂の厚さになってます。でですね、まあその、コリドラスのね飼育で砂を使う場合は浅敷きが推奨されてるっていうのは、まあ低床内のね嫌気化とか、それからコリドラスにとって不都合な細菌のこう温床にならないように、そういった考えで、まあ、浅敷きが推奨されていると思うんですけども、うちはまあこうして砂を厚く、敷いているその理由っていうのがですね、まあ表題の通りなんですけれども、水草水槽でコリドラスをまあ飼育しているということで、このコリドラスのがこの辺で活動するこの砂場でも水草をですね育成したいということで、それでまあちょっと、砂を厚くしてるんですね。でなんでその水草のために厚敷きにしているのかと言いますと、まあ一つはですね、こうやってコリドラスが砂をほじくり返すと水草が浮いてきてしまうんですね。でうちは今この砂場にあるのはクリプトコリーネがまあほとんどですけども、あと一部エキノドルスとかバリスネリア、テネルスとかね、まあ、その他、いろいろ水草植えてるんですけども、クリプトとかね機能はそこそこまあ大きさがありますので、コリがねどうしてもほじくると浮いてきてしまうという、でそれを防ぐためにまあある程度厚みを持たしているというのとですね、で2つ目が、水草のためにこう低床に施肥するんですけれども、その栄養分をある程度保持力を保ちたいということで、ある程度厚くしているのがあります。で3つ目ですね、これが一番まあ自分が気にしていることなんですけれども、低床内のバクテリアですね、バクテリアの量もそうですけども、バクテリア構成ととりあえず呼びたいと思いますけども、そのさまざまなね低床内のバクテリアが低床表面にこう積もった汚れとか有機物をですね、段階的にいろんなこうバクテリアが関わって分解していってですね、でそれで最終的に水草が根っこから吸収できる形に分解するという、そういったバクテリア構成というのがありますので、それをある程度こう安定的に維持したいということで、まあ浅敷きより深い砂の方がいいだろうということで、深さを持たせているというのが、あります。はい。で、まあね、あの冒頭の、何でしょうね、コリドラスの飼育には砂の場合は浅敷きが推奨されていて、うちはねこういう深い、砂でやってるんですけれども、当然ねあのコリドラスの健康は大丈夫なのかっていう、その辺の不安はありまして、こちらの水槽、まあ立ち上げたの3年前なんですけれども、コリドラスがそのちょっと前から飼い始めてるんで、コリドラスもね3年経過して今4年目に入ったという感じで、飼ってるんですけれども、まあ幸いその間ですね、あのコリドラスが体調を崩してこう具合悪くなって病気で落ちるっていうこともなくですね、今のところやってこれているので、こちらのね普通サイズのコリドラスに関してはですけども、
まあ、とりあえず現あの今のやり方でね、まあ、あの問題はなさそうなんですけども、1匹あの迎えて1年目にアドルフォイがね、あの外部式フィルターの給水口のストレーナースポンジに挟まって、事故死させてしまったっていうちょっと苦い、思い出がありますけども、まあ、他のね、何でしょう、何か不調具合が悪くなって調子を落として病気になって死ぬっていうことは、今のところ起きてないので、まあ、こういうね暑さの低床でも、まあ、とりあえずあの問題なく飼うことはできるのかなと考えてるんですけど、今ここに、ジュリーがね、見えてると思うんですけど、このジュリーが迎えた時にヒゲが溶けるということがありまして、でそれでやはりこの砂の厚さと、それから掃除の加減に問題があったのかなとかなり心配したんですけども、このジュリーっていうのが、まあ、迎えた時からですね寄生虫がついてたりしまして、でそれはあの動画の視聴者さんに指摘されて気がついたことだったんですけども、それで慌ててですね、寄生虫を薬投して駆除してですね、それ以降は、もちろんあの寄生虫はなくなりましたし、それからヒゲが溶けるってこともね一切なくなって、ご覧の通りですね、あの、まあ、元気にあの暮らしてくれているので、そのヒゲが溶けたっていうのはね、その低床の深さとか管理方法ではなくて、迎えた時のね元々のこの個体のコンディションに問題があったのかなと、その後まあ考え直したということが、あったんですね。はい、まあ何でしょうね、砂の厚さだのそういう話になってしまいましたけど、まああの、低床掃除のね仕方にも、関わってくるので。この砂の低床の厚さについてちょっと、ご説明しましたけれども、じゃあ、実際にですねどういうふうにあの低床掃除をやってるかという話になってきますけれども、まず頻度ですね、低床掃除の頻度なんですけども、うちはまああのご存知の通りですね、あの寄生アクアリウムということで自分がまあ寄生したタイミングでメンテナンスしてまして、まあ、同時にね低床掃除も、その規制置きになるので、まあ、大体2ヶ月に1回という感じですかね。あの、まあ、場合によって1ヶ月とか3ヶ月とか幅はあるんですけども、まあ、大体平均すると2ヶ月に1回という感じで、掃除してまして、でその掃除に使う、まあ、道具というほどのあれではないんですけど、これですね、まあ、毎度おなじみですけど、これもまあ、自分がアマホースと呼んでる、低床掃除用の、自作アイテムなんですけれども、こちらでですね、まああのこれあの菜箸に輪ゴムでエアチューブをくっつけただけの代物ですけれども、これをまあ低床にこう突っ込んでかき混ぜてですね、でサイフォンの原理を利用してあのその舞い上げた汚れと汚れた水ごとですねこのエアチューブで外に吸い出すというこういう、まあことをやってるんですね。でこれじゃあアマホースでもいいじゃん、アマホースじゃないですねプロホースでもいいじゃんっていう話になると思うんですけども、その低床の低床掃除の仕方にですねいろいろこう細かく気を使ってやってるのがありまして、どうしてもプロホースだと S でもそこそこまあ大きさがあるのでちょっといろいろ取り回しとかですね、それかまあ微妙なこう加減とかがしづらいということで、いやこちらのねアマホースを使ってるんですけども、これあのこの菜箸のねこう飛び出させるとですね低床の深いところまでこう、かき混ぜることができて、で逆にねこう、菜箸を引っ込めてこうチューブを前に出すと低床の浅いところもこう掃除できたりして、まあ、こういったですねあの細かい微調整を加えながら、ちまちまとですね低床を掃除してるんですけども、でまあ、これでまあどういうふうに掃除するかと言いますとですね、自分がまあ現段階でやってる掃除の仕方っていうのはですね、ざっくり説明すると、水草を生やしたい場所、それから水草が生えてる場所は低床掃除をしないんですね。で水草をが生えてない場所、生やしたくない場所、それからまあコリドラスのね居場所としてかスペースを確保したい場所はですね、
この、アマホースで割とこうしっかり掃除するっていう、そういうやり方をしてるんですね。要はその掃除する場所としない場所を作ってやってる感じなんですね。で、まあ、なんでそういうことをやるかと言いますとですね、掃除する場所としない場所、しない場所なんであるんだっていう話ですけども、やはりこれもあの水草のためなんですね。あの水草のためを考えて、考えると掃除しないのがよかろうという、今考え方でそういう低床掃除の仕方になってるんですけども、なんでその掃除をしたくないのかと言いますと、水草が生えてるところをなんで掃除したくないかと言いますと、そこでね、先ほどもう話した、低床内のバクテリア構成っていう話にまた戻るんですけども、あの低床の、ね、中にこういろんな複数のバクテリアがこういっぱいいまして、それがまあその段階的に、低床に積もった汚れとか有機物を分解して、段階的に分解されることで、水草のが根っこから吸収できる形になるっていう話をちょっとしましたけども、そのバクテリア構成っていうのはですね、要はその低床の深さによって住んでる多分バクテリアも違うし、場所によって住んでるバクテリアも違うでしょうし、そうやってこう自然に時間をかけてゆっくりこう作られる低床のその内のバクテリアをこう掃除しちゃうと結局かき混ぜてめちゃくちゃにしてしまうので、なるべく低床に手をつけたくないということで、水草のことを考えると、それでまああの掃除しない場所を作ってるんですね。その CO2 無添加で、で砂でこういうふうに水草を育ててるっていうのもありますので、あのなるべくですね、その水草が育ちやすい低床環境を、維持したいということで、それを考えるとですね、全く掃除しない場所も、作りたいという、草を生やしたい場所は掃除しないようにというふうなことをやってます。これは別に正解がこれですというわけでは全然なくてですね、あくまでも自分はこういう考え方でやってますという話なんで、はい、話半分というか参考程度に聞いていただきたいんですけども、でまあそのですね、掃除全くしなくて低床内の嫌気化とかそういうのは大丈夫なのかっていう話が出てくると思うんですけれども、まあ、自分がなんとなくイメージしてたのは、こうやって砂場で厚敷きでもう水草がねこうある程度こう生えていて、根っこがね低床内にこう、張り巡らされていて、でかつ水草も健康に育ってる時っていうのは、水草のね根っこの中を酸素が往来するので、それで低床内の嫌気化が防がれるんじゃないかっていう、そういうイメージで今まで、まあ、やってきたんですね。そういうイメージを持ってたんですけども、つい先日、これはまあ低床掃除とは全く関係ない話題なんですけれども、低床に発生する卵巣についてのちょっとブログ記事を書いてる時にあれこれ調べていて、とあるまあその研究者の記事に当たったんですね。でそれが水草の根っこと、それからその低床内の嫌気化っていうことに、関係ある話なのでちょっとご紹介したいと思うんですけれども、いきなりまた出てきましたけども、水草が出てきましたけどもね、ちょっとこれでまあ説明するとですね、普通の陸上の陸生植物っていうのは根っこからですねこう水を上にこう吸い上げるんですね。で逆にですね、水草というのは、どうなってるかというと、水上もしくは水中のに溶け込んでいる酸素をこう葉っぱから取り込んでですね、でその取り込んだ酸素を根っこにこう下に向かって送るらしいんですね。要はその、地上の陸生植物とは逆のこの、まあ、水と酸素で、別ですけども。陸上の陸生植物っていうのは根っこから上に向かってこう水を吸い上げるんだけど、水草というのは、水上もしくは水中のに溶け込んでいる酸素か葉っぱから吸収して取り込んだ酸素を根っこに送るらしいんですね。でなんでその根っこに酸素を送るのかと言いますと、
まあ、その水中のね、嫌気土壌みたいなところに生えている水草の場合は、根っこがまあその正常に働くために、あの根っこが酸素を必要とするので、根っこに酸素を送るっていうのが一つとですね、それからもう一つ、その、根っこにこう酸素を送って、で今度はその根っこからですね、周りのその嫌気性の土壌にですね、酸素をこう出すらしいんですね。で根っこの周りを硬気化することによって、その根っこ自体の栄養吸収の働きも促進するという、そういうあの働きがあるらしいんですね。で、まあ、これはあの自然の水草について書かれた記事だったんですけれども、まあ、おそらくですね、こういったねアクアリウムの、提唱とか、アクアリウムのでこう使われる水草とか提唱でも引用流用できる考え方だと思うので、まあ、ちょっとご紹介してみたんですけれども、要はまあだから、低床が厚くてもですね、低床掃除をしなくても、その水草がこう生えていて根っこが張っていて水草も健康に育っている場合は、根っこがその低床内をの嫌気化を防いでくれるという、まあそういう、ざっくり言うとそういう話ですね。はい。まあなんやかんやね話してきましたけれども、まああくまでもですね、自分の考え方でやっている管理方法で、これがね正しいとかでは全くそういうことではなくて、それから結論みたいなことでもなくて、現段階でまあこういう考え方でやってますという話なので、参考程度に聞いていただきたいのと、それからですね、まあ皆さんもその水草水槽でコリトラスをね飼われている方で、低床のね掃除の方法とか厚さとか、低床掃除の、考え方みたいなのでこうこだわりとか、なんか考えをお持ちの方はですね、ぜひあのコメント欄の方からお寄せいただけますと、またね自分の参考とか勉強にもなりますので、そちらもまあよろしくお願いしますということですね。はい。まあ長々と話してまいりましたけども、今回ね、コリドラスの低床掃除についての話だったので、同様にですね、コリドラス水槽の水換えについてっていうことについてもちょっと喋りたいかなって思ったんですけども、またちょっと動画が長くなってきてしまったのと、それからまあ話がまた取り留めもなくなってしまいますので、またそれは機会を改めてですね、別の動画か、まあブログ記事か分かりませんけど、また機会を改めたいと思います。はい。まあそういった感じですかね。はい。まあ今回の、動画がですね、何かしらの参考とか楽しんでいただける部分が、ありましたら幸いです。長くなりましたけれども、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。